モグラは羽村に使われる裏社会の殺し屋であった。その背後に潜む脅威が八神と海藤に松金との決別を迫り、二人は後戻りのできない道へ足を踏み出していく。やがて黒幕として浮かび上がったその名はアドテック9開発者の一人、ショーの幼児だった。火の手が上がっているのは通称チャンピオン街といわれる一角。地下に隠されていた違法な賭場から数回にわたって爆発がありました。これがなんと手榴弾によるものだったというのです。しかし現場に警察や消防が駆けつけた時にはすでにもぬけの殻でした。暴力団同士の抗争が記憶に新しいカムロ町で一体何が始まろうとしているのか。なんか昨夜は大変だったんですね。敵もなかなか必死でさ、それでも久々に羽村の顔が拝めた。で、羽村の黒幕は正野だったってことなんですよね。センター長の気度でなく。羽村がそういう顔してたからな。それってどういう顔ですか？うるせえな、他に言いようがないんだよ。まあまだまだそんな感じですよね。なんだよ嫌味か。まさか。僕は何か助けになれればと思って会いに来たんですよ。助けって？アドデック9に詳しい人を見つけたんです。この先事件を追うなら僕らもよく知っておかないと。とはいえ科学論文なんか僕らが見てもよくわかんないですよね。ああ、そこをわかりやすく解説してくれるって人がいて。へえ、そんなのよく見つけたな。ただ怒らないでくださいね。なんで？実はその人服部さんなんです。例の雑誌記者。はあ？服部さんはアドデック9の記事も書いてるし、何人も専門家に取材したとかで相当詳しいみたいです。だからってあんなやつに冗談じゃないよ。でも八神さんがぜひにということなら教えて差し上げるって。いや、じゃあもう別にいいんじゃないか、今さら論文の内容なんて。八神さん。なんだよ。もしかしたら重要な情報があるかもしれないじゃないですか。せっかくの機会を無駄にしないでください。こっちからあいつに借り作るってのがな服部さん、今日は九州一番星ってラーメン屋にいますから。お店を取材中だそうで。いいですね、お願いしましたよ。服部には俺一人で会うのか？ええ、服部さんも相手が八神さんだから時間割いてくれるわけで、別に僕が付き添う必要もないでしょう。まあほら、九州一番星にお昼食べ行くくらいのつもりでね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ときなんだ。ったくいい加減にしろよ。しばらく寝とけっての。服部さん？ん？ああ、これはどうも、八神さん。あんた、もしかして記事の写真スマホで撮ってる？ええ、十分高画質ですからね。いけませんか？いや、別に。グルメレポーターにでもなるの？私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なので。まだ結構かかるのか？こっちの用は分かってんだろ？すぐ終わりますよ。これで終わりました。どうもわざわざご足労いただきまして。不思議なもんです。あなたと差し向かいでラーメンとは。まさかこんな日が来るなんてね。そういうのいいから。落ち着きませんね、八神さん。あんた今も梶平の会長とはやりとりを？やりとりってほどのことは。向こうが呼びたい時に私を呼びつけるだけです。まあ記者としては仲良くしときたい相手ですしね。せいぜい利用させてもらいます。へえ。八神さんとも仲良くやりたいんですよ。だってほら、この間殺された新谷先生、あなたが第一発見者だったとか。今日はアドデックナインを解説してくれるんじゃなかったか？でなきゃあんたといる理由はないな。わかりましたよ。じゃあ今日は一つ貸しってことで。一般的に新薬の開発というのは、まずその病気に効く化合物を見つけることから始まります。それが新薬の候補になるわけです。うん。その効果を動物実験で試し、パスすればようやく臨床試験。臨床試験というのは要するに人体実験のことですね。そうやって何年も、いや場合によってはもっと長い時間をかけて効果や安全性を確認し、新薬として製品化されます。どえらく大変なのはわかるよ。さてこれまでのアルツハイマー治療薬はあくまで病状の進行を遅らせるものです。感知させるものは一つとしてありません。しかし木戸博士のアドデックナインはマウス実験で目覚ましい効果を上げたんです。もしそれが人体にも有効なら、人類はアルツハイマーを治すことができる。1年前の論文はつまりそういう内容だったわけです。なるほどね。八神さん、ん？今日本では80歳を過ぎると4人に1人は認知症です。例えば50代の夫婦がいたら、
それぞれの両親4人のうち1人が発症する計算です。さらにその30年後、自分か配偶者が認知症になってる確率は2つに1つ。認知症は誰にとっても人ごとではありません。いずれ自分にそれと疑わしい症状が出たら、私ならすぐ診察を受けますね。中にはうまく病状の進行を抑えながら仕事を続けている人もいます。認知症は恐れるのではなく備えるべき病気です。その時一番の敵は社会の無理解と無関心でしょうね。今のあなたのように。分かったよ。ではまず八神さんにはアルツハイマーの概要を知っていただきますが、聞く気ありますか？他に選択肢はないんだろう？結構。じゃあ始めますね。前提として認知症にはいくつかタイプがありますが、その7割が普段のアルツハイマー病です。脳にアミロイド β というタンパク質が蓄積することで発症すると言われています。すると神経細胞が死滅し、徐々に脳が萎縮してしまう。つまり頭の中に溜まるカスみたいなのが脳を縮ませるってこと？かなりざっくり言えばですがね。ただそれさえ仮説の域を出ません。アルツハイマーにはまだわからないことが多いので。脳が縮むとどうなる？記憶に支障が出ます。そもそも記憶には明記、貯蔵、検索というプロセスがありますが、この最初の手順である明記ができなくなる。新しいことが覚えづらくなるんです。一つ私が印象的に思った例を挙げましょうか。ある認知症患者に日付を聞いた時、今日は何月何日と正しい答えが返ってきました。ところが今が西暦何年かと聞くと、1952年かな、など何十年も前の年を答えることがあるそうです。認知症ではそういった記憶の混濁が見られるというわけで。大体理解できた。そうですか。じゃあそのアルツハイマーにアドデック9はどう効くんだ？ええ、論文によると実験マウスに投与されたアドデック9はオートファジーと呼ばれる細胞の自食作用を引き起こします。自食作用？自分のタンパク質を自分で分解する作用。自分を食べると書いて自食です。その作用で脳にたまるタンパク質であるアミロイド β が瞬時に分解されるんです。瞬時に？ええ、そのアミロイド β が消えた結果、マウスのアルツハイマーは完全に進行しなくなりました。しかも驚いたことに、死滅していたはずの脳細胞が一部機能を回復したんです。ある科学者はそれをまるで脳の非常電源が入ったようだと言いました。もしこの作用を人体に対しても起こせたら、アルツハイマーを治せる。そうです。患者は世界に数千万人、今も着々と増え続けています。アドデック9が完成すれば間違いなく莫大な利益を生むでしょうね。売る方にも買う方にもまさに夢の薬です。本当にそれは夢の薬なのか？話がうますぎるってこと？はい。例えば創薬センターの副所長は何かアドデック9に欠陥があると疑ってた。それを嗅ぎ回った結果、秘密を守る誰かに殺された。雪吊りの喧嘩に見せかけて。秘密というとどんな？
データの捏造とか薬の効果をでっち上げてたとか。そういうことなら見当違いですね。ん？なんで？ハードデック9は論文発表後マウスで何度も検証されていますし、それを裏付けるデータも揃っています。捏造なんてありえません。あの新薬はすでに科学的に証明された存在なんです。確かなのか？確かです。むしろ私は論文に多少のアラがあってもどんどん開発を進めるべきだと思いますね。認知症治療薬は世界中で開発が進められています。もしよそに先を越されたら国家的な損失ですから。木戸さんは慎重すぎますよ。いつまでも動物実験してる場合じゃありません。すぐにでも臨床試験に入っていい。臨床試験っていうのはつまり人体実験です。人体実験、まさか。どうしました？いや、じゃあアドデック9には本当に何も問題ないのか？そうですね、これは強いて言えばの話ですけど。ん？アドデック9の論文は筆頭著者が木戸さんとされています。まあ実は論文に箔をつけるために名前を貸しただけみたいですね。研究の実質的なキーマンは別にいて、ほら、あなたもご存知の小野という研究員です。黒幕は小野か。アドデック9は木戸じゃなく小野が作った。そのようですね。まあ単なる研究員の論文では誰にも注目されません。だからその道の権威の名前で発表される方が体裁も良い。でもよく聞く話ですよ。大した問題じゃありません。小野陽次、またあんたの名前が出てきたな。よう、帰ったか。お帰りなさい。なんだ、みんな揃ってんのか。服部さんとの話どうでした？役に立ちました？まあ、多分。何？じゃあ結局、アドデック9には何も問題なかったわけ？服部の話だとね。でも木戸が名前だけのお飾りだったっていうのは初耳です。そうなるとやっぱり小野の方に
何かあるんですかね。どうだろうな。ただそれより俺は服部と話してて一つ気になる言葉があった。なんだよ。人体実験。それが？アドデックナインはこれから人体実験に入る段階らしい。人体実験か。なんか連想しちゃうね。目をえぐられた死体とか。アホか。で、その人体実験がどう気になるの？いや、だからモグラの殺しがさ、アドデックナインの例えば極秘の人体実験だったとしたらどうかなって。お前までマジで言ってんのか。仮にモグラの黒幕がショウノだとして。だとしてショウノが殺し屋に何人も殺しを頼んだってのか。やっぱおかしいか。もし人体実験だとしても、認知症の新薬試すのにわざわざ人を殺しますかね。ウイルス兵器じゃあるまいし。そこはほら、未知のものすごい副作用があったとか。殺したかったわけじゃなくて死なせちゃったんだよ。でも実験マウスが全然平気なんですよ。なのにいきなり人を死なせちゃうなんて。まさか。そのまさかが起きたんだとしたら、じゃあアドデックナインはマウスに無害で人間には猛毒だったってことですか。ああ、だからその副作用をなくすために何人も実験する必要がある。それで凶霊界の連中を何人も殺してたとか。待った。そもそも薬の実験ならその病気の患者に試さねえか。モグラがやった奴らは別にアルツハイマーじゃなかったろう。そうだな。いえ、新薬の臨床試験は健康な人にもやるそうです。薬が人体に安全か確かめるために。最終的にはそうかもしんねえけど、やっぱ最初は患者からだろ。でもさ、勘弁しろよ。ちっとは話真面目に進めようぜ。みんな真面目に話してますよ。人体実験がどうのこうの真面目に話せねえっつってんだ、アホが。アホ？全ての可能性をちゃんと考察しない人の方がアホですよ。ほう、そうかい。じゃああのセンターで殺されたワクってじいさんも人体実験だったのかもな。へっ。ん？なんだよ。八神さんが昔弁護した創薬センターの事件。あの時殺されたワクさんは確かアルツハイマーだったよね。それ当たりじゃないですか。ああ、あの事件の被害者はワクっていうアルツハイマー病の患者だった。でも大久保新平は無罪になって、結局今も誰が何のためにワクを殺したかは分かってない。まあ落ち着けって。それ3年前の事件だろ。そんな前からアドデックナインがあったっけか。確かにアドデックナインの論文発表は1年前ですね。でも当然研究はそのずっと前から始まってたはずです。ん？え？ってことはマジかこれ。まだ何とも言えませんけど、この話もう少し掘り下げてみません？もし3年前の事件が人体実験の結果だったとしたら、アドデックナインは吹っ飛ぶね。スキャンダルどころの話じゃないよ。さっきの人体実験説、もう少し話し合いたいです。続けてもいいですか？ああ、もちろん。ショーノが3年前に人体実験をやったとして、なんで急にそんなことしたんですかね。本来なら臨床試験に入る前にもっと安全性を確認するでしょうし、ショーノの動機は何だったんです？
やっぱり画期的な新薬を早く人の体で試したかった。うまくいけば世界を救うって新薬だ。それでも正式な手順を踏んで臨床試験をやるまでには時間がかかる。下手したら何年も。そっか。でも正野のそばには認知症の患者がたくさんいて、ちょっとくらいの実験ならまずバレないでしょうし、逆にうまくいったら万々歳です。それですぐにでも世界を救えるなら多少危険を冒してでも。でもその結果正野はまさかの副作用で患者を死なせてしまった。3年前の事件についてはやっぱりそれによる事故だった気がするな。なるほど。ただし今は危険を承知で人体実験を続けている。モグラを使って。まだ仮説の段階だけど今のところ筋は通ってるよな。さっきの八神さんの仮説でいくと、じゃあ大久保って本当に無実だったの？でもあいつその後恋人殺したよね。だから死刑なんでしょ。よせ杉浦、その話はまた後だ。ふん。今までの話をまとめると、まず3年前、正野がアドテック9の実験中に事故で患者を死なせてしまった。ところがその人体実験は今も続いてて、だから羽村やモグラが恐霊界の人間を何人も殺している。いやでもさ、正野にヤクザとか殺し屋なんて動かせる？普通の研究員じゃ金もコネもないよね。それを持ってる奴が正野のそばにいるとしたら、ヤクザを動かせるような人？誰のこと言ってるの？創薬センターのトップ木戸龍介。なるほど。木戸ならセンターの金も動かせるでしょうし、そういえば裏社会とつながっているって話もありましたね。そうですよ、きっと木戸も一味です。いやそれはどうかな。なんだよ。だってほら、例の論文発表の時の記者会見、あの時の木戸の顔を覚えてない？あんな無邪気なドヤ顔してたんだよ。もし人体実験のことがバレれば破滅なのに。気取ってそんなに気も座ってる人？まあそうは見えねえな。じゃあ気取が人体実験のことを知らされたのはあの記者会見の後、そういうことならどうです？あ、まず正野は何も知らない気取をアドデック9の論文の筆頭執筆者にして全ての手柄も譲った。大喜びの木戸はそれをあの場で華々しく発表したんです。でその後実験で人が死んでるとか言われてももう抜けられませんよね。多分そうやって正野は木戸を一味に引き込んだ。木戸の金とコネを通じて羽村やモグラを雇うためにってことなら、結構自然な流れじゃありません？ほうほう。なら正野と木戸の力関係は見た目と逆か。ええ、やっぱりモグラの黒幕は正野ですよ。じゃあその場合よ、最初に正野が殺し屋使ったのはいつだ？いつからモグラは動いている？半年前に橋木を殺したのはモグラだったと思う。
なんでだ。ショーノにとってアドデックナインを嗅ぎ回るハシキは目障りだった。でも犯行当時ショーノにはタクシーに乗ってたってアリバイがある。この時ショーノは別の誰かにハシキを始末させたんじゃないか。じゃあ例の黒いレインコートの男がモグラだったってことですか。ああ、腕のいい殺し屋なんてそう何人もいないだろう。確かにな、俺もそう思う。ハシキが殺されずにいたらそのうち例の人体実験にも気づいたかもしれない。ええ、そうなったらショーノたちは破滅ですから、ハシキを始末しようとするには十分な動機です。いろいろ辻褄は合うってわけ。いや、でも言いたいことがあるんだろ、言えよ。今までの話ってさ、あくまで全部仮説でしょ。おまけにこれちょっと八神さんに都合良すぎない？ん？都合良すぎってなんだ。3年前にセンターで患者死なせたのがショーノって言うんなら、じゃああの事件で疑われてた大久保は完全に潔白だったってことでしょ。そうだ、判決通り、あいつは本当に無実だったわけだ。でも大久保ってさ、その後恋人殺してるよね。包丁で何度も刺して火までつけた。禁酒してたはずが相当酒臭かったってね。結局あいつ本当は殺人鬼だったじゃない。だからみんな騒いだんでしょ。センターの事件で大久保を無罪にしたのが間違いだったって。やっぱりあれも大久保の仕業だったんじゃないかってね。でも八神さんとしては大久保が判決通り無実だったと信じたい。そして寺沢恵美が死んだのも自分のせいじゃなかったと思いたい。違う？いい加減にしろ杉浦、人の古傷なんだと思ってやがる。僕はもともと自分が感情に振り回されやすいって自覚があってさ、だからフェアでいようっていつも努力してる。なんだと？さっきの八神さんの仮説を進めるなら、まず大久保の潔白を確かめなきゃ。創薬センターで枠っておじいちゃんを本当に殺してなかったかどうか。そんなもんどうやって確かめんだ。大久保に聞くんだよ、センターでの事件、君は本当に無実だったかって。大久保と直で会えってのか。でも死刑囚と会うには。弁護士なら死刑囚とだって面会できるでしょ。彼は俺を憎んでる。寺沢恵美の件で大久保はずっと無実を訴えてた。でも俺はそれを見捨てたんだ。もう諦めろってな。それでももう一度大久保って人間を見とくべきじゃないの。八神さんが本気でこの事件を追いかけたいんだ。どうする？星野君。はい。大久保新平と面会する手配頼めるか。わかりました、拘置所に連絡します。その間に俺はもう一度大久保の裁判資料を見てくるよ。源田先生のところに行ってくる。はい。
加減にしろよ。八神さん、八神さん、どうした矢神。3年前の裁判資料を見せてもらえますか。創薬センターでの件です。これから大久保新平と面会しますんで。え、なんでだよ急に。わかりました、資料は私が用意します。悪いね沙織さん。どうですか八神さん。ん、あ、ありがとう。そっちのファイルは。寺沢恵美さんの件がまとまってます。こっちも必要かと。いや、それは大久保新平と話すなら見といた方がいいと思います。必要なければ置いといてください。後で片付けます。寺沢恵美、事件当時26歳。2015年12月2日23時頃、火災後のアパート2階より焼死体となって発見。胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。また援助中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。
6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して無実を主張。八神、どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。ええ、そうみたいです。何のために？3年前の創薬センターの事件で、大久保が本当に無実だったか、その真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ、彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺はそんなこと知らなかったし、興味も持たなかった。そして大久保はある日、ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。お前はそれを自分のせいだと？俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで寺沢恵美は殺された。思い上がったんじゃねえぞ若造。20年前、お前の親父さん八神弁護士の最後の裁判、覚えてるよな？ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で、親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気だったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない、検察が人を裁くに足りる証拠を揃えたか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか？きっかけはそうでした。でもあの裁判の後、俺にもいろいろありましたから。ああ、親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ、そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つかるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にした時、弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。でも
もし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら、何？もし先生が俺の立場でもそれは正論だから、悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか？いい加減にしろ！お前はいつまで過去を引きずる気が済むんだ。生きてる限りですよ。八神だ。星野です。大久保新平と面会できます。七福通り西のタクシー乗り場でいいですか？僕も今から向かいますね。わかった、ありがとう。お気遣いありがとうございました。俺が言いたいことはもう全部言った。どうせ聞きやしねって分かってんだがよ。源田先生、ん？真実を神様だけに預けていたから、俺は過去を引きずったままなんです。八神さん、こっちです。どちらまで行かれますか？それでは出発。お久しぶりですね、八神先生。ああ、久しぶり。すいません、人と話すの久しぶりで声が。大丈夫、ゆっくりでいいよ。雰囲気変わりましたね。まあ、君の弁護をしてからはもう法廷に立ってないんだ。弁護士をやめた。代わりに探偵を始めた。神室町で便利屋もどきの。俺のせいですか？いや、悪い。今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか？ええ。何言ってんです、ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も恵美の事件も俺は何もやってないって何度もそう言った。あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。エミちゃんの件では検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ。俺の無罪を訴えるたんびにさ、あんた何度も吐きそうにしてたじゃない。あの、じゃあ二つの事件、本当にあなたは潔白？ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。八神さんと私たちは創薬センターの事件で
ある仮説を立てたんです。それがもう俺には関係ない。でも真犯人が誰だったか聞きたいでしょ。創薬センターの研究員で小野陽次。覚えてます。え？この人が真犯人？でもなんで？今説明するよ。あの事件は新薬の人体実験による事故。それが俺たちの仮説なんだ。小野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから俺のトラックに死体を隠した。そう、それ自体は小野の急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。俺が死体を山に埋めたから。君が死体を山に埋めたのは実は小野にとっても幸運でしかなかった。おかげで警察が奴を疑うことはなくなってしまった。くそ、あの時をどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があって。でもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし何言ったって信じてもらえない、そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。当たり前でしょ。わかった。ありがとう。八神さん。八神先生。俺は、恵美のことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか？もう、確かめようがないんだよ。俺だって、君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって新証拠でも見つかるか。じゃあ、エミを殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。あの世でエミに合わせる顔ないよ。俺もあんたも。八神さん。ん？僕は源田先生のところに戻りますけど、八神さんはどうします？どうかな。多分天台に顔出しに行く。今夜は少し飲みたい気分だからさ。八神さん。大丈夫。いいからもう行きな。Thank you.
綾部の弁護やるんだって。黒岩、お祝いを言わないとな。法廷に復帰すんだから。法廷に立つわけじゃない、弁護人の調査に協力するだけだ。新谷弁護士はお前の兄弟子だったんだろう。なのにその犯人を弁護するのか。お前、自分が周りとずれてるって気づいてねえだろ。人殺しを無罪にしたりよ、いい迷惑だ。新谷を殺したのは綾部じゃない。凶器は綾部の銃だった。弾の洗浄痕が一致してる。ああ、犯人はそうやって綾部をはめたんだよ。あんたには何も見えてないのか。ならそっちの方がよっぽどずれてる。好きに言え。誰だあんた。俺に何か用？まあな。ただの脅しじゃないってわけか。もうお遊びは終わったんだよ。やめ。え？俺？八神さん！星野君来るな！下がってろ。え？そいつなんかちょっとやべえやつかも。そうみたいですね。死ねえや八神！Oh!
くっしゃ。大丈夫ですか、八神さん。ああ、今のやつただの脅しじゃなかったな。え、俺を本気で殺す気だった。羽村の手下ですかね。カイトだ。大久保の面会うまくいったか。それより今殺されかけたよ。多分羽村の手下に。何？カイトさんも気をつけろ。今どこだ？事務所の近くだ。杉浦もいる。そこは離れた方がいいな。ならいいとこがあるぜ。ん？奨励会のアジトだよ。 KJ アートだ。あそこなら羽村も手が出せねえだろ。いや、でも俺らちょっと前に塩屋とやり合った気だし、あいつ絶対怒ってるだろう。大丈夫だって。こっちも梶平会長のお墨付きなんだからよ。先行ってる。お前もすぐ来いよ。 KJ アートで待ち合わせた。大体聞こえてました。よし、じゃあ行こう。